よし、そしたら地獄に行ってみよう。え、もう一回同じ話するの？え、アイテムを預かろうってどうなるの？あ、もし何かがあったとしても、ここで HP を回復しながらレベル上げをすれば、なんと倒せる素敵な仕組みになってるよみたいな、そういうこと？いか強っ。いかゲロ強えな。なんか全力でお相手しないとなんかやられる気がする。イカ強えな。イカこんな強かったっけ。まあ1ターンで倒せるけど、これ結構最大火力で当たらないとやばいな。というかこれ地獄というか天国な剣。すごいなんか美しいところに来てしまったけど、これ本当に地獄なの？え、これ超気になるんだけど、このピカピカしてるもの。あ、でもそこら中ピカピカしてるわ。さすがにさ、かわすの上手になってきた気がする。なにあれ、なにあれ、どういう生き物なのあれは。雪のせいだって。なんだこのメルヘンな生き物。あ、なんかイカよりは当たりそう攻撃。イカよりは当たるな。すげえよくわかんない感じ。退却できるんですか？もう退却でサクサクボス戦に行こう。もう戦いたがりだな、みんな。うわ、ミミック。ミミックは退却できないんだよね。まだ何もする前だったんだけど。はい、焼けたよ。でもこのさ、FF とかドラクエとか違って退却って決めたらもう絶対逃げれるっていうのがいいよね。サガシリーズのいいところだよね。もう魅了で相手に釣られてんのは竜とお前ぐらいだぞ。しっかりしてくれ。もうみんな見切ってるんだよ。もうなんかもうがっちり見つめられたところで、そんなものは目をつぶってれば大丈夫ということはみんな知ってるんだよ。え、硬くないこのミミック。もう3ターン耐えたよ。めっちゃ硬いんですけど。お前もか。あぶねえ、ギリリーサルウェポン二丁拳銃が飛んでくるとこだった。しかも挙句の果てに何ももらえないっていう。痛い。まあ痛くはないのだが、まあ、いいか、木の棒ぐらいは殺そうか。化石獣。こいつ奇形最強モンスターなのかな。一回も強いと思ったことないけど。こうじゃん、こうなるじゃん、やっぱり。
もう宝箱には騙されん。あ、なんかさ、この上ってボスだったような気がする。うん、気のせいだな。気のせいが多いんですけど、最近あのお年を召したのかしら、平沢さんも。お、ビューン。あー、これだって火灯ってるもん。これはボスでしょ、完全に。飛んでるしな、天使が。すごいボデーのやつ来た。ま、ちょっと初戦一発目決めときますか。ここでシャドウザーワントつけてくればよかったな。全然当たらない、攻撃が。あ、でもなんか2回目が当たるとかよくわかんない。当たる時もあれかもねぐらいの感じだな。何なんだろうかこれ。1回目でバーミリオンサンズの何かが効き、え、 MP0 になっちゃった。やべえ、もはやこの人バックパックをなんか負け散らすだけの悲しき存在になってしまったんだが。よし、精霊石とか巻いてこうぜ。なんという悪質な嫌がらせ。スマイル、スマイル一つどうですかみたいな。結構効く、精霊石結構効く。じゃあもう油かけて回ろう。潜ってる人たちに油をかけるのを主な仕事としている系主人公ブルーです。頑張って火力の人たち。うん、ボスの HP 切れは近いぞ。ゲンさーん、ゲンさん焼け焦げてしまった。ゲンさん、ブルーに2回最高傷薬使った？そんな気がしないでもないぞ。あとは、あ、大丈夫ですね。大丈夫ですね。うん。意外とこれ安定してやれてるんじゃない？1万超えるかな、ダメージ。うわー、超えなかった。さすがラスボス強いな。もうこれで1ターン1万ぐらいだな。ブレスが3ブレスも来るの。シュン、スンってしたね、スンって。どれにしよう。ゲンさんかな、とりあえず。ゲンさんメイン火力だしな。痛い。何それ、何そのビーム。
何そのビーム、そういうビームありなの。ほーほー何その無双状態、無双すぎん。何あの無双、無双具合が半端じゃなかったけど今。どうしよう、あの無双、無双な人を倒すにはどうすればいいだろうか。まあ凝視はしてくる可能性あるから、シャドウサーヴァントだな。シャドウサーヴァント、オーバードライブ、シャドウサーヴァント、バーミリオンサンズである程度がっつり削って、そんな作戦でいこう。よし、行ってみよう。あとはもう展開に任せる。相当数のダメージ当たらないんだけど、シャドウサーバントついてるのに600しかダメージ増えないんだけど、どういうこと。あ、そうだね、こうだね、なんか1回目全然ダメージ当たらないね。そういう仕組みなのかな。あ、でも待って、これでもし負けたとしたらもうオーバードライブ使うのちょっとやめよう。みんなにシャドウサーバントかけてやったらいいんじゃない。結局全員で連携してもダメージ1万いくでしょ。これ使うとさ、なんかわかんないけどMP がすっからかんになるんだよな。精霊石をぶん投げよう。よっしゃ、来た。まあまあ効く精霊石。このスマイル無料券やばいよね。この麻痺系の技ってもう前回も手こずったけど本当厄介だわ。長期戦になるか分かんないからね。回復技はちょっとじっくり使っていこう。なんか元の大きさに戻る前に戻っちゃった。これすぐ七死闘来るよね。すぐ七死闘来ちゃうから全開じゃない人はとりあえず全員回復。んで10メインで
ユウトも一応回復しとくか。スマイル無料きた。これでとりあえず HP 問題はとりあえず回復解消したので、イルストーム、あ、毒になるやつね。別に LP ぐらいいいけどさ、 LP ぐらい別になくなったところでもう、よし、なんか毒まみれだけど、まあまあ状況としては安定している。あ、おおおお、このなんかやっぱ操作性がカクカクしているな。きた、七死闘耐えた、オッケー、なんとか耐えた。とりあえず全力でみんな己を回復だな。でも次七死闘来たらどうしよう。七死闘来る前にちょっと勝負決めたいな。アイテム残り少ないことだし。ここらで技ポイントも切れるという悲劇的な状況が起こらなければいいけど、みんな頼むぞ。うわー、こんなタイミングで七死闘来ちゃうの？誰だ、耐えられないの？ブルーとエミリアは耐えられなさそうだな。ちょっと一旦もったいないけど、ヒールしてくれ。来ると思ったよ。あー、なんかもうダメージ当たったんかみたいな。うーわ、ここでスマイル0円か、きついな。イルストーム、イルストームとライフスティールは別にいいんですよ。七死闘が来なければそれでいいんですよ。いやー、非常になんかあれですな、非常に厳しい戦いが続いておりますな。なんか完全に予断を許さない、本当に。
なんだよ今死んだんじゃねえのかよなんかもうさ、ぐたっとしてたからもう死んだんだと思ったぜ。どんな感じ今。エミリアだけ瀕死か。なるほどなるほど。わおわお、竜と何にもないのね。ボタンが押せない。相当当たってると思うけどな。すごい竜と無双してる。もうめっちゃ無双してる。かっこよかった今。一人でもうボスの攻撃を引きつける竜と。やった！イエス！うん。そうなんですよね。うん。実はルージュ倒した後にエンドロール流れたんですよ。なのでこのボスは。おお、ヒューズ来た、ヒューズ来た。わあ、どうしよっかな、これ超悩むね。ヒューズ行くか、他の懐かしのプレイヤーをクリアしてからヒューズ行くか。いやーねー、まあとはいえ他の懐かしのプレイヤーから行った方がいいだろうな。うん。ということで次はちょっと、まあ次回のお楽しみということでやっていきましょう。それではまた。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また明日も見に来てくださいね。